blossom of a cherry tree。 はい、どうも、タンザーギンジです。今回もアップデートを紹介するんですが、なんとおさなちゃんが主役なのも今回が最後だそうです。次の大型アップデートでついにライバル10人が姿を現すそうです。すげー楽しみだね。ということで早速やっていきましょう。お前が主役なのも今回までだ、今回までだ。はい、新しくクラフトシステムという機能が追加されました。これは倍率って言うんだっけ、万力。まあいや、なぜこのクラフトシステムが今さら追加されたかというと、作者さん曰くインフォちゃんが何者かによって殺されてしまうという計画があるそうです。めちゃめちゃ怖いよね。で、そのインフォちゃんがいなくなった時にアイテムをどうするかというと、このクラフト機能で作れという考えみたいですね。めちゃくちゃ楽しそうじゃん。これコンセント、これ電気つけんのかな。まあいいや、クラフトに使う細かいアイテムがいっぱい追加されたんで取り行きましょうか。はい、まずはじめにワークデスクの左側にネイルがあります。建設ネイル、メイドインジャパン。はい、次は体育館の前の場所に風船があります。昔さ、こんな水風船売ってたよね。てか今水風船いっぱいできるやつあるでしょう。あれすごいよね。時代は変わったもんだ。はい、保健室にもアイテムが追加されました。包帯、何に使うんでしょうか。はい、次は職員室にクリップが追加されました。なんかいろいろできそうだよね。はい、同じく職員室に紙も追加されました。ドラマクラブにはヘアピンが追加されました。確かにこれいろいろ組み合わせたらさ、何でもできそう。クッキングクラブにはガリガリ君のアイスの棒が追加されました。当たりは書いてない。はい、焼却炉に割れたガラスの破片が追加されました。これは別にクラフトしなくてもこのまま使えるよね。このまま刺せばいいんだからね。はい、次は野球のバット。これは別に前からあったな。これさ、別にクラフトしなくてもこのまま。はい、次はアンモニウム。なんだこれ、アンモニアかな。アンモニアのことこれ。全然わかんねえ。はい、最後に礼三銀。初めて聞いたぞ。何礼三銀って。やべ、バカがバレる。よし、とりあえずクラフトアイテムを全部集めたんで、なんか作ってみましょうか。まずアンモニウムとバルーン、これを組み合わせると悪臭爆弾を作ることができますね。悪臭爆弾、やっぱりアンモニウムってアンモニアのことだったのかな。これを風船に詰めてこの超悪臭激臭爆弾を作るってことだね。よかったら激臭爆弾の検証動画も出してるんで見てください。はい、次は包帯とガラスの破片と、アイスの木の棒、これで何ができるでしょうか。考えてみてください。はい、皆さん正解です。その場しのぎのナイフです。その場しのぎのナイフ、このナイフは新武器ですね。早速おさなちゃんを使って試し切りしていきましょう。主役もこれまでだ、おさな。あれ、スローモーションなんなかったんだけど。あ、なったなったなった。なんでさっきスローモーションなんなかったんだろう。前回の動画でも説明しましたが、小規模によって3つのクロスモーションがあります。なので3つ試してみましょう。ちなみにこれが2つ目で、これが3つ目ですね。スローモーションになるところおかしいよね。刺すシーンじゃないんだ。はい、新しく出たナイフはこんな感じなんですけど、もともとあったナイフと変わんないね。はい、次はヘアピンとペーパークリップ、ペーパークリップ、これを合わせればロックピックが作れますと。はい、皆さんも一緒にロックピック。はい、次はネイルと
野球のバット、これを合わせるとスパイク付き野球のバット、スパイク付きバット。ちょっと待って釘はどこから来たの。よーサナ、5年ぶりだな。試し打ち。これ今思ったんだけどさ、バットに釘つける必要あんのこれ、とりあえずこれが2つ目のモーション。一緒だよね多分、普通の野球のバットと一緒だと思うんだけど。でこれが3つ目なんだけど、まあ、今後釘付きのバットじゃないといけない理由とかが出てくるのかな、わかんないけど。じゃないとさ意味ないもんね、ただの野球のバットで全然いいもんね。はい、じゃあ次は紙と来産銀を使って、バングスナップ。バングスナップって何？バングスナップをさ、なんかこれ調べたんだけど、なんかジョークとか遊びで使われる、花火みたいな、なんかびっくりおもちゃみたいな感じらしい。なんか元となってる来産銀ってなんか摩擦とかで破裂するようなやつみたい。はい、マイワイフちゃんの走ってる時のこの髪の毛がすごい、なんかスカートみたいになってる。はい、マイワイフちゃんの目の色がレインボーに光るを改善しましたと。すごいな目の色、シェリルノーム。いやいいねいいね、なるほど、けしからん。はい、ヤンちゃんに新しいヘアスタイルが追加されました。何のキャラクターだこれ。ヤンデレシミュレーター、すごいアニメキャラいるからさ、何かのアニメキャラクターだとは思うんだけど、わからん。はい、ちょっと美的調整が入ったみたいですね。調整前はこんな感じですね。それが調整後になるとこんな感じ、大きい木が生えた、この横に。見た目はこっちの方がいいな。で、あっちには木のアーチが追加されましたね。かわいいこれ。で、プールの階段も若干変わったみたいです。まあ変わったか。うん。屋上に謎の段ボール箱が追加されました。これは何に使うんだ？突き落とすのかな。はい、次はインフォちゃんのサービスメニューにアイコンが追加されました。今までアイコンがなかったんですごい分かりづらかったんですけど、アイコンが追加されたことによってすごい分かりやすくなりましたね。はい、はい、今回はこんな感じですかね。次のアップデートがすごい超ビッグアップデートなんで時間がかかっちゃうみたいなんですが、気長に待ちましょうか。はい、じゃあ今回はこれぐらいにしておきましょう。次の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。じゃあな。